皆さんおはようございます。おはようございます。市民と科学者の内部被曝問題研究会が発足するんですけれども、このセッションでは澤田先生と私でこの内部被曝問題、あるこの残留放射線の問題、さらにはこの低線量被曝問題、それがいかにこう歴史的に隠蔽されてきたかで、その結果としてどのようなことが起こったということを私がこの歴史的な面についてお話しして、でその後澤田先生がこう専門的な本物の科学的知見からお話しいただくことになっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。座らせていただきます。皆さんも本当にこの、心配されている通り、この福島第一原発事故による、放射線の被害というものは、福島第一原発事故による放射線の被害というのは、福島第一原発事故による放射線の被害というのは極めて深刻だと思います。というのは福島第一原発事故によって起こっているのは、その外部被曝だけではなくて、この、いろんな形でこの体の中に入ってくるその内部被曝 の、 影響が極めて深刻だからです。ところがこの内部被曝の影響というのは、この日本政府も含めてこの、その放射線の影響の専門家なる人たちの説、あるいはこの ICRP とそのいわゆる国際的な専門的集団というされている人たち、そういう人たちのいわゆる科学的知見から言いますと、極めて、この影響そのものが無視される、あるいは過小評価されるという、そういう状態になっております。で、この中でこうやはりこう、犠牲になってくるのは誰かというと、実はこの日本政府でもなければ、こういう東京電力という、こういう事態を引き起こした加害者ではなくて、実際に本当に被害に遭うのはこの福島第一原発事故によって放射の散らされた結果として起こってくる被害を受ける人たち、つまり、私たち市民なわけです。でしかも放射線の影響というのはとりわけこう小さな子どもたちへの影響というのがより深刻だということが、実はこの1958年に提出されたいわゆる国連科学委員会の報告書でさえ指摘されておりました。で その報告書ではストロンチウム90が、体内に取り込まれて、で骨に蓄積されるけれども、それは、成長の激しい小さな子どもほど影響があるということが書かれているわけです。でしかもその他 の、 放射線の影響についても影響が、極めて子どもほど高いということが書かれていて、今後もそうした研究が必要だということが指摘されているわけです。ところが、このいわゆる国連科学委員会が結局その ICRP に対してこの論拠、放射線被曝の論拠をこう提出するような、そういう機関になっているわけなんですけれども、その国連科学委員会でさえこう1950年代の終わりにはそういう指摘があったにもかかわらず、そうした影響そのもの、とりわけ子どもへの被害そのものは本当に無視された状態で現在に至っているというのが現状だと思います。で、そこにどういうからくりがあるのかということを短い時間ですがお話しさせていただこうと思います。レジュメに入るんですけれども、1945年の8月6日に広島長崎に原爆が投下された時に、この
日本政府はこの新型爆弾というふうに言っておりました。でこの、まあ、この新型爆弾が落とされたときに、このどのようにすればいいかということを言っているわけなんですけれども、まあ、こうした爆弾が落とされたとしても、その、まあ、物陰に潜んだり、あるいはこう白い服を着たりとか、まあ、そうした対策を取ればさほど恐れることはない兵器というふうに言っておりました。で国内の、まあ、国民向けにはそういうそのようにこの、まあ、さほど恐れる兵器はない兵器ということを、まあ、嘘をついていたわけなんですけれども、まあ、スイス政府を通して、実はこの国際的には、まあ、この国際法に違反する兵器として、抗議を行っておりました。で当時の国際法というのは、生物化学兵器を禁止されておりました。でしかも不必要な苦しみを与え続ける兵器というものを禁止しておりました。でこの原子爆弾というのはまさしくその生物化学兵器、あるいはそれ以上の兵器で、しかも、まあ、戦争終了後もこの不必要な苦しみを、まあ、与え続ける兵器、そうした側面があるということを皆さんもご存知なはずですけれども、ところがこの日本アメリカ政府が、まあ、こうしたこの抗議声明を受けてどのような行動をしたかといいますと、1945年の9月に日本がこの占領されて、で、まあ、この原爆投下について公式声明を発表するわけなんですけれども、広島の廃墟に放射線なしという声明を出しております。でこれはニューヨークタイムズの9月13日号に日付 の掲載されているんですけど、陸軍省原爆施設団長のトーマス・ファーレル准将は、爆撃された広島の調査後、本日報告を行った。広島、そこでは秘密兵器の破壊的な力は調査者が予想したよりも大きかったが、廃墟の街に危険な残存する放射性を生み出したり、爆発時に毒ガラスを発生するということを全面的に否定したというふうに述べています。ですからこの原爆そのものの威力についてはこの声明でこう強調しているんですけれども、それのもたらす、まさしく国際法違反に相当する、そういう側面については否定する声明を早速行っております。でマンハッタン計画副責任者のトーマス・ファーレルはこういう声明を出しているんですけれども、まあ、日本政府 の、まあ、こう抗議と並んで、やはり恐れていた存在があります。それが、ウィルフレッド・バーチェットがこの DLA エクスプレスに9月5日号に、配信したこの記事なんですけれども、原爆病、広島では最初の原子爆弾が都市を破壊し世界を驚かせた30日後も、人々は他の惨禍によって怪我を受けていない人々であっても、原爆病としか言いようのない未知の理由によって未だに不可解かつ悲惨にも亡くなり続けているというふうに、まあ、原爆が投下されて約1ヶ月後に相当する、そういう日にこの報道しております。ファーレルはまあこうしたまあ、日本政府の抗議と国際法違反である抗議と、まあ、いわばそれを裏付ける連合国軍側の記事、それを恐れて先ほどの声明を出していたわけです。ですからこのアメリカ政府がまず行ったというのは、この原爆を投下して1分間に発生する初期放射線については認めます。爆風熱射、初期放射線については認めるんですけれども、その後と発生する、まあ、後ほどこの澤田先生が詳しくお話しなられると思うんですけど、この、まあ、誘導放射化された放射線であったり、まあ、黒い雨や塵や埃に乗ってこう広がっていく放射線であったり、まあ、体の、まあ、植物や水を通して体の中に入ってくる放射線であったり、そうしたこの、まあ、今現在この福島第一原発事故によって起こっているそういう事態、それを示すようなそういう影響については、広島長崎についてもこう否定したわけです。でこの広島長崎の場合、空中高く爆発した場合は放射線はこの、まあ、消えてなくなるというロジックを取っております。
で、まあ、このロジックというのはスタンフォード・リーク・ウォレンというそういう科学者が提供しているんですけども、そのロジックは実際にこの広島・長崎に、原爆が使用された結果 の、 データ報告ではなくて、実はアメリカが核実験をこう遂行しようとする中で作ってきたシミュレーションに基づいています。ですから広島・長崎の実態に基づくそういうものではなくて、このいわばこの、核開発のためのシミュレーション、それに基づいて、このトーマス、スタンフォード・リーク・ウォレンという科学者が残留放射線の影響が大したことがないということを言ったわけです。でこういうアメリカ政府の公式見解、そんなものが、その後どういう形で、残っていくかといいますと、このいわばこのアメリカ政府の公式見解を裏付ける形で、主にアメリカ の、 研究機関がこう発足します。それが ABCC です。でこの1946年の11月18日付に、このジェームス・フォレスタル海軍長官がトルーマン大統領に宛てた手紙というのがありまして、それまでこのアメリカ陸海軍合同調査団による、原爆医学調査を引き継ぐ形で ABCC が発足するんですけれども、そのきっかけとなった手紙なんですけれども、医療調査ってここで書いてしまってるんですけども、実際に医療行為を行ってないので医学調査って訂正していただきたいんですけど、そのグループとこれから確認されるその他のものは合衆国にとって最も重要である放射線の医学的生物学的影響についての研究のためにかけがえのない機会を提供しますというふうに述べています。つまりアメリカの国益のために有益だというそういう趣旨の手紙が出されて、その結果として、この放射線の長期的な影響を調査する機関である、ABCC アトミック・ボーン・カジュアリティ・コミッション原爆障害調査委員会が発足するわけです。でこ の、 ABCC は1950年の6月には、ABCC の日本人原爆生存者に関する研究の継続を発表、アメリカの原子力委員会が発表します。というのは ABCC というのはそのアメリカ学士院、アメリカ科学アカデミーが管轄をしているんですけれども、実際のこの研究資金の提供源となっていたのはアメリカの原子力委員会でした。つまり核兵器を開発する責任ある機関、そういう機関がこの資金提供してこう研究がされていたわけなんですけれども、やはり次のように述べています。 ABCC の日本人原爆生存者に関する研究は、これは唯一の原爆で被爆した集団としてアメリカの防衛計画構築のための研究の継続が必要であるということが述べております。つまり民間防衛と普通 の、 軍事防衛、両方にとって有益だというそういう趣旨のことが述べられています。で1950年といえばその、すでにこのソ連が原爆を保有して、でアメリカ国内でその民間防衛計画、日本で最近起こっているその国民保護計画 の、その前身になっているんですけれども、それが始まったばかりなんですけれども、そういう いわば防衛計画のために有益な研究として、広島長崎の被爆者の影響の研究がされていたわけです。で、そうした発想の中で、行われていると、どういうことになるかというと、防衛研究ですから、核シェルターを作ろうということになりまして、どのような核シェルターだったら、この放射線をここから防御できるかとか、そうした視点の研究がなされていきます。で実際にこのアメリカ原子力委員会の生物医学部 の、 民間防衛 の、 その担当 の、 部署が、このその後にこの、プロジェクト1番というものをするんですけれども、このプロジェクト一番計画というのはネバダ核実験場で広島で
使われてきたの木造家屋を移築してで、まあ、それその家屋にへのこう遮蔽効果がどのようなものかという、まあ、そういうあの研究がされて1957年からこうされていくんですけれども、でこの中で、実はこの個人の被爆線量を推定するシステムなるものができてきます。ですからこの個人の被爆線量を推定するシステムそのものはこの、まあ、先ほど述べたようなこの原子力委員会がこう資金源となって発足したようなこの ABCC がまあ、培ってきたこの広島長崎の被爆者のデータ、まあ、それとネバダ核実験場でこの、まあ、計測したこの遮蔽効果、それに基づいて作られていきます。で1957年に T52T というものができます。でその後、まあ、改良、彼らの表現ではその後改良されて T65D というものになっていきます。で T57D というのが1957年、 T65D というのは1965年という、まあ、そういう意味なんですけれども、まあ、このABCC の後続機関として発足した放射線影響研究所の、まあ、公式見解ではこの2つの暫定システムは核爆発の実測値に基づく推定式でした。その後計算機の発達で、建築物や人体そのものの遮蔽を考慮に入れた増給熱被爆線量を中性子とガンマ線それぞれについて計算できるようになり、1986年に DS86 というシステムが導入され、これが最近まで貿易で使用されていました。ところが DS86 発表後に広島の場合、特に 1.5km 以内のところで中性子による放射化物の測定値と DS86 による計算値とが合わないという問題提起がありました。この問題を検討するため、日米両国でいろいろな研究活動が開始されました。で、まあ、その結果としてこう DS02 ができたということが書かれているわけなんですけれども、まあ、要はその、まあ、広島長崎のデータ、それと核実験のデータ、まあ、それを組み合わせる形で個人の被爆線量推定システムというものができていることが放映権 のホームページを通してさえ分かるというわけです。で、まあ、つまりはいわばその原爆を投下した国が培ってきた、そういういわば私の表現で言わせてもらうと、軍事科学が濃厚な影響のもとで作られたのが個人の被爆線量を推定するシステムなわけです。で、まあ、そうしたシステムである以上、やはりこの投下された側、被害に遭う側になったそういう線量推定ではないわけなので、この、まあ、実際はこの ABCC そのものはこの入試被爆者の調査をこう実際1952年3年にしておりました。で、まあ、その、まあ、調査についてのその調査報告等 この資料を私も入手しているわけなんですけれども、そういう、まあ、実際にこの残留放射線によって被爆した人たち、あるいは内部被爆によって被爆した人たち、そうした存在を把握していたにもかかわらず、その存在あるいはそういうしたデータというのは全く反映されない形で、被爆線量推定システムができているわけです。で、まあ、このそういうかっこつきの科学が原爆承認定集団訴訟でも適用されて、国側の科学者はこれをもってこの影響はないんだというふうに言っておりましたけれども、そうしたかっこつきの科学を持ち出した国は、その後この原爆承認定集団訴訟で、どのようになったかといいました、ほぼ敗訴していたわけです。でところがこの国というのが本来ならそうした負けに対して、なぜ負けたのかという深い反省に基づいて見直しをするべきなのに、福島第一原発事故の後何を行ったかというと、再びやはり原爆承認定集団訴訟で持ち出してきたような ABCC あるいはその核実験に基づくそうした科学に基づいて、放射線の影響は大したことがないんだという、そういうロジックのまとで、子どもたちを被爆させ、人々をこの被爆状況のもとにこう放置し続けるという、福島第一原発事故そのものの被害と、さらなるこう二重三重 の被害をもたらす、そういう政策をとっているわけです。で、
もうすぐ25分になるわけなんですけれども、まあ、その結果としてどういう状況になっているのかということについて、この澤田先生、澤田昌司先生の方から詳しくお話しいただけるかと思いますので、私に関する質問はまた後ほど機会もありますので、澤田先生に次お譲りしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。